今週も、金曜日定例配信会始めたいと思います。バスですね、配信始めたいと思います。よろしくお願いいたします。今週も21時から、プチ大会の、四季の細道を開催予定ですので、それまでは間違いの様子、お楽しみください。
Thank you.
Oh!
Oh, you get it!
Yeah.
大丈夫です。あ。あ。はい、じゃあ、第46回式の細道、なんとおかげさまで始めて1年が経ちました。これも皆様のおかげと。というわけで、とりあえず第1試合ですね。ワンピー側が、アニさんの竜、ツーピー側がウネ君のガイル、くしくも竜ガイル。やっぱなんかあの一件から竜ガイル増えたような気がするんですけど、やりたくなりますよね。裏剣、さあガイルも一発圏内、一回波動を 前飛びしたらば終わる体力。さあ真空使わせて投げ受けに取っている。鎖骨生ぐらいしないで中足で暴れたのが良かったですね。さあ開幕竜巻、足払い波動、しのいだ。あ、大気当たったけど波動振っちゃって、おっと繋がってないけれども、なんかさあ兄さんが取り返して、竜巻見てからフライ、フラゲーム、外野射打ち、球打ちだけで追い詰められている。おっと、あるのか、してきた、あのか、いい展開ですね。さあ真空を警戒しつつ、外野当たる、真空飛んだ、リューガイルらしい展開ですね。最後アユチ、まさかのダブル中盤対空とジャンプ中継がアユチ。さあファイナルラウンド、裏剣対空に使っていく、竜巻はなんか立ちガードして落ち際にチューピアーでギャンズルソニックとかがこの間よく見られて、上原さんが感心してたような気がします。頭で振ってしまう、投げて、竜巻暴れ、ガードして、おっと、スピード入らない、残り0ドット、避けてる、あ、1ドットですね、まだガイル側ありますね、まだ避けてる。さあどこで仕掛ける、届かない、あっと惜しいところで勝ったのは兄さん、続きましてウッスパーさんですかね。続きまして 2P 側がエキスパーさんの竜ですよね。そうですね、竜竜同キャラ対決、緑色の方が兄さんの竜、オレンジ色がエクスパーなんですね。お互いいいカラーですね。お、色的にはかっこいいですね。そうですね、この間ツイッターで見て知ったんですけど、はい、両坂崎って最初の頃ああいう風にあのオレンジの竜みたいな感じで道着を着てたんですけど、はいはい、新しめの両坂崎って道着じゃなくてなんかつなぎを着てるっぽいんですよ。あ、そうなんですか。上から下までつながってて、はい、帯っぽいものはあるんですけど、帯からその上の道着がはみ出てなくて、はいはいはい、まあ、だからつなぎというか、なんていうんですか、道着ではないということですね。最近のイラストはなんか最近っていうか新しめのイラストでは違います。おお、あれですね、SNK の龍子の剣の話ですよね。 KOF
あ、今剣道部屋失礼しました。龍馬の剣のところはどういう人なんですか。あ、なるほどなるほど。と言ってる間に、タイムアップ。兄さんですね。兄さんの龍が一本。いや1周年ですね、四季の細道。おめでとうございます。早いものですね、1年。探りながらやっていくから。最初はなんかただ対戦会してるだけで。そうですね、無言で配信が流れていたところがありましたね。いや、本当にこれでいいのかなみたいな。なんか少しなんかした方がいいんじゃないのみたいな。そうですね、あ、中ボスガードかのシンク。踏んでしまう。このラウンドはエクスパーが優勢ですね。おっと、飛びが見事に。得意の前飛びが。冴えてますね。エクスパーさんはやっぱりあれですよね、トリッキーさを売りにしてますからね。そうですね、様子見行動が少ない。ああ、そうですね、そうですね。もうとりあえずまま開くのが嫌で、なんかとりあえず何か仕掛ける、自分の信じた道を。そうですね、いいことですよね。お、アッパータイク、うまいです。シンクとかも出し惜しみしないで、削れるチャンスとかでも使っていくし。そうですね、ゴロッと削れますからね、普通に。あっと、空中竜巻が当たる。波動が重ならない置き攻めに。もうそういったセオリーは全く無視ですからね。おっと、真空が、おっと、割れた。真空祭り使わせて。体力よく分からないぞ。おっと、着地竜巻。おっ、ダイヤして重ねちゃう。兄さんも思わずにっこりエクスパーさん勝利。はい、続きまして 2P 側、あ、 1P 側、京さんの剣です。そうですね、剣一筋。これも噛み合うんじゃないですか。京さんも結構休むのが嫌いなタイプですか。そうですね、竜巻か波動か昇竜か変な足か、変な足かを必ず出しているという。で、露骨に 2P を狙いに行くという。結構なんか龍拳はいますよね。何でもいいから竜巻であっち側に行ったり、投げて反対側にしたりして。そうですね、青い竜の方もそんな感じですよね。それは 2P 側に行きたい病。あれ本当なんですかね、僕分かってないんですけど全然。でもなんかほら、この間ヤヤさんがね、ああ言ってましたね、 2P、 1P 側は一つじゃないっていう、うん、諦めてた時がある。ところからスタート。なるほど、今一つですか。今一つ2P 側の今一つですか。今は一つ入れ替わっちゃうと、もうストツじゃないよ。ない。ちょっとあれですね、深いですね、やっぱり。深いんだから。さあ、入れ替わったけど、押されているぞ。さあ、出る。おっと、ダイゴスが。ダイゴスから当たってもガードなんですね。ダイ足まで繋げないという。ちょっとヒット確認できなくて、一旦下がった後、投げに、あ、台足打ちに行ったのが昇竜拳。すごい、やっぱあれですね、セオリー通りの動きはしないですね。一人なんですね。まあまあ、このゲームヒット確認とかあんまりないですけど、ダイボスはでも2発だから、あるか。はいはい、しやすい方ですね。そうですね、何発後には難しいけど、2つ後まで刻んだら、うん、ストツにならないまま、ストツにならないまま京さんが散りましたね。はい、続きまして 1P の中島さんがガイルと。はい、竜ガイル続きますね。そうですね、最近ちょっと人気なのかな。そうですね、みんな竜ガイルやりたくてしょうがないみたいな感じですよね。細道2キャラ使えるから、1キャラぐらいは竜とかガイルとか入れてみようかなみたいな。そうですね、まあ、もともと使う人も
結構多いんですけど、僕もね、竜を使ってみたりしてる感じではありますが、僕さっきガイル使ってみてエクスパーさんの竜にボコボコに、はいはい、あーなるほど、半分切れながら半分切れながらちょっと暴れてくれじゃねえかとか言いながらでも結果がね、伴ってるんで、俺はもっとなんかじっくりした地上戦がしたいんだよ、何でも取ってくんだよって、おっと相打ちで最後のファイヤーが、すごいですね、中島さんに勝てる理由ってそういないと思いますよ、そうですね、実力はやっぱり折り紙付きですよね、エクスパーさん、ガルシム使いだったんですけど、ガルシム私もなんか自分から前に出るスタイルだったから、あー、やりに行くスタイル、やりに行くスタイル、いいことですね、ガイル使いだったんです、それはそれで嫌だみたいなのを言ってました、あー、なるほど、ガイルダルシムは終わってる組み合わせって言われてたり言われてなかったりみたいな、待ってじっくり行っても有利なところをさらに自分から攻めちゃうっていう、ああなるほど、さあ最後は冷静に昇竜空振りに、中足かなんか、まあ、状況がいいですね、ガイル側がかなり有利になるですね、すごいですね、中足に真空狙いに行ってたりしてテクニカルだな、意外と、あれですね、たくさん動くタイプ、おっと上り蹴り対空ロケッティア、素晴らしい、続きまして、続きましてまた HP 側シャルガイ、あ、はいはい、じゃあシャルガイルなんですが竜にしちゃったんで、殺してもらえますか、はい、じゃあ見事にね、パーフェクト勝ちということでね、仕切り直しで、はい、シャルさんのガイルですねと、シャルガイル、はい、リュウガイルが途切れませんね、シャルさんテクニカルですからね、かなり何をやらしても、これあれですよね、長州さんがちゃんと発音できないやつですよね、はい、シャリュウリュウさん、シャルシャ、いや、リュウじゃなくてガイルですけどね、シャリュウガイル、ね、シャリュウリュウさん、シャリュウガイル、長州さんそんな舌足らずなんですか、よくわかんないです、下ってたから長州さんなんですかねちょっとなんともコメントしづらい、焼き鳥屋さんの居酒屋のみたいなイメージしかないんですけど、そんな長州さんも今は緑寿司をかけてスト5を頑張ってるはず、あーそうですね、緑寿司、世田谷本店のね、有名なお寿司屋さんで、ええ、こういってる間に怒涛の、実は意外と終わった竜巻、なんかね、見ながら竜巻うまいんですよ、そうですね、開幕前ぐらいでソニックス結構見ながら出してる、はいはい、シャルさん意外とエクスパーさんを苦手としてるっていう噂なんで、マジですか、はい、お互いの戦法のやっぱりあれが戦略のその組み合わせがよろしくない、噛み合わないっていうところで、ああいうことするんですか、そうそうそうですね、あれだけ竜巻当てられといてね投げちゃう、ああ
ああいうことするんですよ、ああいうことするんですよ、登り蹴りから投げちゃうみたいなね、で竜巻から投げちゃうみたいな、ほらもうがっかりしちゃう、エクスパー調子がいいぞ、続いてネロさん、ネロガイル、またこガイル流ということで、途切れませんね、流行ってるんですねやっぱりね、みんなあの戦いにあれですね、だいぶ感化されているのかどうなのか、すごい盛り上がってましたよねあの日は、大山のニュートは、うん、僕も風で調子悪かったんですけど3時間立ちっぱなしというね、素晴らしいや、龍ガエルだけどあの日の戦いとはちょっと違う、そうですね、やっぱいびつなところがあってもいいんじゃないかろうかと、さあ大暴れ、そうですね、ちょっと今回一風変わっても昇竜拳で、先ほどは竜巻でっていうところ強気バスですね、そうですね、素晴らしいですね、竜巻打っていく、素晴らしい、素晴らしいですね、やっぱ鉄骨塚さんは、僕もかなりリスペクトしてるんですよ、最後は波動削りと、お続きましてペコさんですね、ちょっと待ってくださいね、クレジットを、続きましてペコさん、ペコさん S 剣ですね、S 剣はしばらく、もしくはずっと使わないっていう、そう、S 剣やめた X 剣ですね、そうですね、なんか S 剣やめたっていう噂がね、ちらほら先週ちょっとお話ししたんですけど、はいはい、なんか、あの変な足をうまく使いこなしたい的なことを言ってて、あなるほど、話して、うん、変な足使わないんだったら、うんうん、S 剣とか竜とかでいいんじゃないの、ああ、足技ですね、できないところを強化した、軸に戦わないと使う意味がないじゃない、素晴らしいですね、でも基本使いこなしてます、そうですね、いやまあ龍拳使いですからね、もともとね、大体ノウハウはあるとは思うんですが、膝ですね、そうですね、ただ火を取る癖がまだないって、あーそういうことか、 S をやってたから投げ受け身が、なるほど、そこはちょっとあれですね、改善しないといけないところですね、裏めくりからの勝負、まあまあそんなに難しくはないですからね、投げ受け身は、結構で癖がついてるかどうかですよね、このゲーム腹切りとかしてる最中投げられたと受け身が取れるんで、なるほどなるほど、おっと波動を踏んでしまうが、それでもきっちり蹴ってましたね、破天荒さんがいらっしゃいました、お最後に入れますか、最後が最初ここですね、梅さんの前ですね、龍拳は X の龍拳は若干デューリーと言われておりますが、おっと最後は昇竜拳で膝で決めたい時もあるんじゃなく、続きまして、あ続きましてセロテープさんですね、おっとセロテープさん、これ S 剣まさかのペコさんに S 剣をかぶせてきた、しかし波動をうまいこと、うわっとうまいことやられてますね、まあやっぱりね、もっと、ね、S 剣使ってるんで、もともと S 剣使ってるんで分かってしまうというか、 S 剣の弱いところは分かってしまう、こんなはずではなかったと思いたい、やっぱりね、セロテープさんは、
飛び込みからの大足強いですね。おっと竜巻で踏んでしまう。虚しくただ、ゼロロットゼロロット。おっと足割れが刺さって、いや今 S 剣のあれですね、足払いの判定強さで勝ったような感じですよね最後は。いやこれはねペコさん負けてられないですからね絶対に、この組み合わせは。と最後は波動で決意なのか食らったのか分からないですけど、やっぱペコさん大事に行くときは相当大事に行きますからね。続きまして瀬尾さんですかね。セオガエル僕初めて見ますね。セオさんのガエル初めて見ます、ね、あんまり覚えがないですね、どうなんでしょう、ね、僕ガエルよく分かってないんですけど、ほぼ合ってるんですかねこれ、やり方的な。これフロアこれで合ってますか、ね、使い方的なものはソニック打って飛んできて落とす、そんな感じですよね。そんだけです、まあ、じゃあ一通り使えてる感じは見ててするんですけど、なんかキョンの場合なんかジャンプダイパーがちょっと強くて TBS 的なやつですよね。そう TBS 的なのがあったりするからちょっと難しい、はいはい、ところも。なるほど、どっちかが飛ばないといけない組み合わせなんですかね、もしかして剣とガイルに関しては。守ってる者同士は、まあ、飛ばなきゃいけないというか、飛ばずにリードできればそっちが強いんで、リードされた方はどこかでちょっと無理しないとですよね。いや弾の性能的に同じぐらいなのかなと思ってまして、中返し、最後は中返し、ちょっとかけてみましたね今ペコさんも。おっとリバサーだがアントビー、うまいですねアントビー。竜と一番違うのは一回人が捕まれたらばちょっと死が見える。そうですね、近距離がだいぶ怖いですね。膝ですよね、死ぬんじゃないのか分かんないです。あれですね、さあ勝っているのはガイル側、さあ冒険ガードもできない。あ、できた、どちら最後投げましたけど膝でしたね。はい、さあ続いて、お、山本さんがこの龍拳ガイル祭りの中果敢にチュンリーを使っていく、かっこいい。こんにちは、ソルトリプさん。あ、こんにちは。さあ、今日僕にアイコスのキャップをくれた優しい山本さんです。お、いい人だな。ありがとう。いい人と一つは全然関係ないんでね。でも大会の方も1年ですか。そうです、ね、お疲れ様ですという感じですね。続きましたね。さあ1キャラ目チェンリーですね。はい、結局山本さんはどっちがメイン。なんか見てる感じだとチェンリーの方が多いような気がするかなみたいな感じだね。はい、なんか使って
るうちになんか中日の方がこのゲーム勝てるような気がするみたいな気がするんだけど、勝てないキャラはだんだんつかなくなりますよね。そんなことないっすか。確かさあ、片やこのガイル、チュンリーのことは知り尽くしてるでしょう。確かに。おっと、あんなんなかなか知らないですもんね。そうっすね、チュンリーの飛び込みとかガイルでどう落とすの的な感じじゃなくて。あれが相打ち、ちゃんとジャックで打っている。ジャックは相当引きつけないと抜けないんですかね。なんかそうみたいですね。さあ、カワシも確か1キャラ目ザンギだった気がするんですけど。マジですか。さあ、カワギエフ2キャラ目を、本当は2キャラ目がザンギだったんですけど、2キャラ目をダルシムにしたくてスライドしてきたのがこのザンギエフ。さあ、開幕フラパー、あー、ピヨっている。1、2、3、さあ、頑張れ。まだ3割ある。まだ2割ある。どんどん減ってる、どんどん減ってる。1割、1割、頑張れ。5分、5分ある。さあ、割はないが、ダブルがすげー減らした。最後はリバサソニック、キャンセルバニシングで削っても勝っていたんじゃないか今のは。いやー、1割ないところからよくあそこまで持ってて勝ったかと思ったんですが、最後ダイヤス繋いじゃいましたね。おダイヤシ、最後はまさかのリバーサソニックで勝つとは。何だったんですかね、投げか、投げようかなみたいな。ああ、俺だ。勝ったのはセオガイル。あ、キヨさんですね。さあ、ワンピー側はピロシさんのホンダ。ダイヤシタイク、中足は負けるけどダイヤシタイクは勝てる。さあ、ワーマチ頭突き、まっすぐはめて投げ返す。密着からなんでゼロ振り投げができれば返せますね。なんかよくわからないテクニックで、なんかなんだっけ、投げと客観のなんか自動なんとかかんとかがあるんですよね、このゲーム。わからないけれども、さあ、まあトネピーさんはこれホンダを応援してるんですか。トネピーさんはホンダを応援している。赤が1、ダイヤスタイク、きっちり削って、あ、それで思い出でした。さあ、まあね、こんなもんですよ。ただの中野ですよ。さあ、そして中野ホンダ、中野から来た中野、一体何者なんだ。今日一緒に来たんですか。一緒に来ました。お、中野ホンダです。なんか中野がいるさん的な感じになっちゃうから、確かにちょっとあれですけど、カタカナの中野なんでね。そうですね、はい、おっと、
ていった。やった感じ、セオ君本当反応がいいっすね。もうやばいっす。反応がいい人は強いですよね。他の人が来ないところで飛んでる。ああ、1本取ってますね、さすが。どの技に飛んでもちゃんと対抗されちゃうと結構きついですよね。そうですね、まあ、本田側はこれ1回捕まえれば勝てるんで、はい、捕まえたいんですけど、まあ、そうはっていうソニックが。そうですね、ダイソニックですね、こういう前は。そうですね、相打ち取ってもまたソニック打たれちゃう。ちょっと反応が良すぎた感じ、今タッチ中盤、今は中盤は難しい。かなり必死な感じでしたね。勝ったのは瀬尾ガイル。そして満を持して新谷さんです。確か1キャラ目剣だったと思うんですけど、中野もでも瀬尾君がガイルを使うっていうのは、はい、あんまりないかな、まあ、結構最近やってる感じっていうぐらいな。やっぱりこの間のを見てちょっとやりたくなった感じなんですかね。それもあるでしょうけど、その前からまあ中野結構ガイル多いんで。ああ、そうなんですか。はい、中野ガイルはいない。はたまに見ます。あ、いるんですか。なんかこっちにはいないみたいですけど。できる。あれ、本職の剣使いでもできない人いますからね。そうですね、黄色い人でした。そうそうっす、はい、あんまり言うと怒られるので、あれ、まあ見てないかな。掴んで、おっ、サマー出していく。最近は新谷さん、瀬尾くんと一緒に研究などをしていたりするということで。皆さん研究好きですよね。研究好きです。研究大好き。さあ、しっかり待った。ダブル、あっ、おっと、これはあんた、まさか劣化のふりをしてダブルサマー出させたのは良かったんですけど、なんかちょっと長州さんっぽいことだったんですね。あ、でも真剣ですよ。確かに。ガイチ、掴みに向けて大勝負、大勝利。あ、勝利でしたかね、今踏ませて投げ返している。勝ったのは瀬尾ガイル。さあ、次が歌舞伎くんの歌舞伎くんのフェイロン。さあ、レッカー半飛びバッチリ。さあ、すでに1割です。かなりできてますね、これ。そうですね、中足の外から中足のピクッとした動きを見て、すごい勢いでね、あれ、こうねじ込んでいく感じ。バイソン使いでサブキャラフェイロンっていうのはなかなか、なんかどこかにもいた気がしますね。あ、まさかどっちがメインかわかんないけど、伝説のフェイロン使いがいた。でもバイソンがメインだから。ああ、そうですね、言ってたような気がします。さあ、しっかり対応。今度はチャンスを作らせずに。残部とか本田も大
体力を犠牲にして相手に近づいていくとこあるんですけど、はい、ガイルもソニック打ったのに対空して相打ちとかもあるんで、そうですよね、やっぱ体力を必要にある程度払って、おっとホイホイで回ったのは歌舞伎くん、瀬尾くんが終わりで、ヒカルさんの竜です。さあ気持ちよさそうにレッグ打ってますね。開幕歩き投げ、大パン埋めてまた大パン。ヒカル君はバルログがあんま楽しくないので竜に切り替えてますね。あ、そうなんですね。これ真剣で終わりですかね。厳しいところ、多分フェイロンさんやったことがないんじゃないですかね。さあ発展校さんです。俺喋ってていいのかな。ああ、どん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 喋ってください。さあここで発展校さんが、まあ、敵討ちじゃないですけどね、リュウフェイロンということで飛ばれちゃった。7割ゲット、9割ゲット、なくなった。やっぱり波動拳打つのも命がけ。あ、また飛んだ。逆に逆運で飛んでみた。おーしん、ここは昇竜。昇竜だったんですが、阿部君、次がウネ君ですね。次がウネガエルですね。まあ、ガエルは阿部君、まあ、フェイロンといえどアニシさんとしょっちゅうやってるでしょう。先ほど恐ろしい強さを誇ってましたね。そうですね、先ほど失敗から。あ、ガード間に合うんだ。あれ重ね重ね、おっと無理やり持ってった。この辺は機械リスペクトが入ってますかね。おーっと、スタブが2回刺さる。しかも一方勝ち。しゃがみ大パンかなんかですかね。大パンでしたね。あんな判定強いのに一方勝ちするのがすごいな。スタブ大概だ。投げる、投げた。あー、ちょっとやりにくそうですね。ガーレット入って得意の安い。あれ、すげえ歩いた。いや、勝ったのはウネガイル。さあ、そしてこれ2周目に入ってんすかね。アミさんのガエルですね。ガエルガエル、結構ガエルいるのにガエルガエルにはならなかったんですね。やっぱ竜側がちょっとかな。さあ白いガエルが胸ガエル、青いガエルが兄ガエル、同胞カブキンが負けたということで叩き打ちですね。
力の魂を。チームもなんか一緒にエクサーでしたっけ、出るみたいな、ね、ね、見たような感じ。同じゲーセンで切磋琢磨してるといいですね。ね、俺の指揮でチームメイト見つければいいの。そうっすよ。その手が今気づいた。さあ、おっと受け身がない。中盤暴れ、ちょっと体力差がありましたね。あれ、スイジャン、スラッシュから。ちょっと僕、スト2歴も短いのであれなんですけど、ガイル同キャラはどうなんですか、どんな感じになるんですか。ガイル若干有利なんですね。俺分かるのはそのぐらいですね。なんかソニックの速さがとか、まあでも本当に言いますけど、そこはやっぱそうなんですかね。ちょっとだけなんかそのリフト潰しのジャンプ台パンとかなんかそういう知識差もちょっとあると思うんですけど。あー、これはちょっとやったのは胸ガイル。あ、京さん出番です。2P 大好き京さん、またも日頃の行いで 1P。 あ、 2P が大好きなんですね。大好きなんです。やっぱ 2P 好き多いですよね。レイヤーさんによると 2P が、あ、 1P が卒じゃないらしいので、あ、卒になった。あ、それでもよく飛ぶ。京さんはタイプ、はい、あれですよね、旧ベガスの。そうですね、旧池袋ベガスで、はい、三角とかにも出没してるですね。あ、そうなんですね、はい、ベガスの頃、見たことが僕もあります。あ、私、そうですね、東京のハイパーの頃とかかなりベガスも。あ、だったみたいですね。人が、さあ、また飛ぶんだ。飛びますよね。噛み合ってる感じがします。と思ったら真面目な球打ちが始まった。おっと、嫌がる中足に台足合わせてきた。さあ、うね君調子がいいぞ。次は中島さんですね。あ、じゃあ中島さんっすね。中島さんが、あ、2キャラ目ホンダ。さあ、ピンクのこの色です。この色人気の、人気ナンバー2ですよ、この色は。あれ、ホンダのあの腰のロボってあれ、ふんどしじゃないですよね。ふんどしの上に何か、あれ、浴衣がはだけてる感じ。あ、じゃないですか、なんかめくった的な。ふんどしは青いですもんね、これ。そうですね、ふんどしは顔の、顔化粧も青なんで、うん、あー、ちょっと重ねミス、完全重ね、ちょっとミスったが、出していくのがうね君のスタイルですからね。中島さん、連打がすごい速くて、はい、パンコ足大百列とか実際にできます。あー、痛い。さあ、今諦めていなかった。あのコンボは気持ちいいんですよ、決まると中毒になります。マジっすか。はい、4発目が結構遠いところでつながるから気持ちいいですね、なんか。あー、ちょっと張り手はどうかなってところでしたね、今。今はそうですね、中足とか潰す系の技を振ってたんですけど、何もしなかったって感じですね。めげたい、暴れずに木を待って初日こういった感じ。うまい。あー、抜き投げ通した。
さんめくってる、張り手が速い、分かったら中島さんの本だ。シャルくん、シャルくんは2キャラ目龍なんですね。2キャラ目が龍、はい。シャルくんの龍はですね、はい、これが噂のシャル龍ですね、はい、シャル龍、はい、なんか言いづらいとか言ってましたよね。シャルくんの龍は本当、普段だったら龍のがやってんじゃないかな、バイソンに。はい、これは本当がきつそう。さあワンチャンあるか。あ、もうしっかり上見てます。で、上の対空の選択もすごいやっぱ上手なんで、こっちが中継空振ろうかなっていうところも一歩歩いて昇竜っていう感じで、スカシ系の飛び込みもちゃんと対応する感じ、はい、届く。こういうとこもしっかり、そうですね、歩いた歩いた、スカシ系のバッツリがなかった。ここで行きたいっすね。で、上が飛んないの で真空は削りで十分なことをシャルクは知っています。そうですね、本田戦は温存する意味ないですからね。そうですね、あれで6ドットなんで。ガイルの時間が本当リュウガイル多いっすね。そうですね、ワンピーガーネロガイル、我々は何なんだみたいな感じになりますよね。いや僕1キャラ系の剣でしょ、スーパーついてましたね。1キャラ強いんじゃないかなと。左足リードしているのはネロガイゴット、ゼロット1回避けたんですが難しいっすね。そうですね、リュウと裏毛間に合わず、でシャル君が多分リュウを使って一番やってるのがガイル戦じゃないかなと思います。サブでリュウ使う人はやっぱりリュウガイルがやりたくてって人多いですよね。そうですね、あと結構中野にはガイル多いのと、あと A さんっていうガイル使いの方が、あのズボンの裾がスタッツさんの人ですよね、はい、あれそうだったっけ。A さんはいつ見てもなんかズボンの裾、おっと中大と刻んで勝ったのシャルさん、勝ったのはシャルリュウ。さあエクスパを呼んでいます。はい、お願いします。続いてエクスパ、リュウか、ね、連勝数今2位につけているエクスパーのリュウですね。さあオレンジが同じ目エクスパーのリュウ、茶色いのがシャルさんですね。とめくりらつまき最大4枚、そしかも暴れている。真空乗って、あ、でも安く済ませましたね今。そうですね、2ヒットならば安い。
が削ってファイヤーから勝利の相打ち。判断いいですね。あそこも波動で削ったりしないで、そうですね、一着までいってから勝利出していく。ああいう時に壁の方に行ってまでめくった方がいいのかちょっと僕は分からないです。どうなんですかね。あ、ぴよっちゃった。さあ、ツーヒット真空さあ、ことがあるスキル昇竜拳置いてある。なんかだから形としてはちょっと壁側に行って失敗っていう感じがするんですけど、大達か。今度は中達か。わかんねえな。何達かわからない。さあここはしっかり。さあこれはしっかり。出すんだろと。行ってきます。あ、セロさんの時間でした。セロさんは2キャラ目はザンギです。大丈夫大丈夫って言って。あ、こんにちは。セロさんは今ザンギで入ってきましたね。いやさあ見せてくれるか。これはねちょっと見せどころですよね。なんか喋れよ。いや喋るかなと思って。なんだよ基本的に俺も横だよ。俺もどっちかってはそんな感じだから。うまいな今のダブラリ。あ、でも横押しで危ないと言ってます。危ないと言ってます。確かに危ない。何がどういう意味で。ああ死んだ。うわ梅昇龍この人結構うまいんだけどどうしようと言っております。このザンギも結構うまいと思うんですよね。そうです ね、もう相当です、うん、相当。さあこれは今はアッパータイクが正解になったのかな。あ結構押してる。あ引っかかって噛んでいる。あー次がない。噛みすぎてコパンが出た。昇竜も出る。さあどうだ。じり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 。あーなんかなんか刺される。あー見てた。結構強いんだけど。結構さあ、ペコさんの X 喧嘩 S 剣やめた人です。そうです。ただ半年らしい。わかんないけど、まあ、期間限定的なこと言ってますけどね。まあ、竜剣なんで、まあこれだとだいぶ剣きついですよ。やっぱ剣きついですか。じゃないですか。よくわかんないんですけど。ちょっとすいません、はい、あくまで残儀と本田でお送りしております。なるほど。これは大やっぱまあ打ち合ってもしょうがないですもんね。上から行きたい。なんと来たら、おっと投げている気味がない。前飛び通して勝つな、ペコさん。さあ、ここで山本さんです。2キャラ目は竜なのかな。2キャラ目もチュンリー。もうね、迷うことなくメインだぞ。チュンリーさんですね。
投げていく。大伝スピニングで無理やり壁から逃げる。投げていく。最後は昇龍。前の開幕は受け身。さあ、拾っている。投げて十分と。そのまま投げると相当歩きました。悩んでましたね、今ね。煽りプレイかもしれない。今はダイヤ仕掛けた感じですか。なんすかね。投げる投げる。スピバーちょっと削りに行ったが素直に重ねてみた感じですね。どうだこれ。さあ行ったり来たりして、我々の見てる場所からだとチュンリーのゲージが見えないんですよね。あ、そうなんですよね。俺今まさにそれを言おうと思って。ハーシムスさん、さーて久しぶりのカワシムのダルシムですね。これはちょっとこれもガムシャラ対決なんですか。これがムシャラ対決、確かに、はい、あさあ、始めたばかりの X 剣ではちょっと荷が重いのか。投げている、ま、相手に膝で掴んでたら随分展開が違うと思うんですけど、多分癖が癖、あ、そうですね。で癖でやっぱ P で投げる。ガードしている。ナイスガード。勝利。あ、これは勝ったわ。勝ってねえ。勝ってねえけど勝ってた。カワシムやテレポがある。確かに掴み慣れてない感があります。そうですね。ダルシムとか本当に知る限りではなく掴むか昇竜かみたいな感じが。あ、掴んだ。掴んだ。できる。掴んだ。昇竜だったのかな。一瞬時間が止まりましたね。無理やりおっと掴み返している。大はこれでワンチャンあるか。さあ体力が痛い。最後は大パン。お、さあ 1P 側がピロスさんの問題ですね。ダルシム、ホンダダルシム、これダルシムエビなんじゃないですか。多分、多分そんな気がします。多分そんな気はするんですけど、はい、まあ大会等々で、まあそうです。ホンダが割とこんな感じで、こんな感じですよね。素晴らしい。ひよった時に、おうまいって言っちゃいましたからね、川島さんが。ドリル。おっと重ねて。あ、なるほど。近づかれるとやっぱ誰しも嫌みたいですね。もちろんですよ。こんなデブに近寄られるのが好きな人いませんからね。そうですね。一部のあの特殊な趣味の方、そうです ね、いるかもしれない。
そうですね、張り手がやっぱりゴリゴリ削ってきますからね。画面上をね、こう行ったり来たりで前を作る。うまいですね。スキをちゃんとショーパンに出して。あれショーパンですか？ショーパンです。なるほど。落としてキャンセルファイヤーが打てるので、ピンセルの削り切らない。いいゲ中継。別名 M 賞。ゼロドットですね。続きまして中野さん。中野さんどなたでしょう。中野さんこの方ですね。なるほど。あんまり言っちゃいけないですね。あ、なるほどなるほど。そういうことですね。さあ謎の謎のプレイヤー中野さん。中野区在住っていうことらしいですね。一説によるとなんか中野に住んでる、中野から来たということですね。はい。遠いところからはるばるありがとうございます。この方キャミーがメインなんですかね。歴史をたどるとずいぶんいろいろとキャラ替えしてるので、はいはいはい、今現在本田がキャミーが怪しいところが、その前ダルシムだった気もするし、何キャラか使える、その前剣だった時期もあったし、なんかマルチのプレイヤーですよね。ある程度強くなると次のキャラに行っちゃうような。ああ、なるほどなるほど、素晴らしい。この間の大会はキャミーだったかな。おお、なるほど。さあ、カワシムが綺麗にさばいて、キャミーといえばやっぱフーリガンですからね、厳しいですよね。おっとピヨってしまった。大大あ大中大スパイラルですね。中大スパイラル繋がるんですよね。続きまして、あ、続きましてニーヤさん。おっとホンダですね。ニーヤさん、ホンダ対キャミー、超軽量対重量って感じですね。そうですね、2発でこんだけみたいな。キャノンで返していく。おっと2発入った。さあ出ているぞ。めくりが入ったか、まだワンチャンあるか。クリーム傷つき、あったんですが、そうですね、きっちりホンダも対応と。投げて、投げて、暗い投げ、フリーガンかわしたが後ろから。あれスパイラルアロー案内出してるってことはお釣りがないってことなんですね。もっと空中投げ、キャプカンを最大。さあ分からないぞ、たくさん削って、どうぞ。おっとキャミーゲージ溜まった。最後は光って、勝ったのは中野キャミー。中野キャミー、続いて瀬尾さん。キャミ対チュンリーということですね。 1P 側が中野キャミ、 2P 側が瀬尾チュンリー。あれ、あれですかね、唯一の女性キャラ組み合わせですね、これ。あ、そうですね、2キャラしかいないですよね。そうですね、
これチュンリ有利な気がしますよね。モリモリチュンリ有利なんですか。モリモリですか。はい、おっと最後はきっちりスリヒット。続いて続きましてヒカルさん。さあ始めたばかりの竜ではちょっと荷が重いか。さあ 1P 側ヒカルリュウと 2P 側ソロキャミン、ソロチュンリー。はい、あ、ヒカル君リュウ始めたみたいですね。そうですね、リュウチュンリー。これ僕この組み合わせあれですね、はい、気づいたんですけど五分って言われてますけど五分に持っていくにはリュウ側がテクニックがかなり必要な気がするんですよね。あーいやでもどっちもだと要求される。いやチュンリー側も結構大変だと思いますよ。そうですか、はい、結構テクニックがないと五分にはならないっていう。まあそれはどのギャラでも何でもそうだと思うんですけど、チュンリー側もリュウの波動ラッシュとかちゃんとしのぐには結構まあ厳しいですね、ファイヤーは。ただどうなんだろう、結構チュンリーは、はい、入門者でも入れるっていうか入り口が広いというか気がするんですよね。というところでセオチュンリー勝利の続きまして、破天荒さんですね。チビが破天荒さんは また竜か。なるほど、竜チュンリー。この組み合わせ、おっと、上が出ていない。あれ食らってたら酔ってましたからね。いや、っていうか、まあでも飛んでるんだからやっぱ出せるものを出してもらえないといけない感じですね。ああまあまああれですよね、例のやつですよね。飛び食らったらピヨルからって言って勝利気分がなかったら竜がやることがダメになっちゃう。そうなんですよね、やるべきことをやらないと。さあ、ね、いやー厳しいお言葉ですね。竜使ってて打ってないところもあるからやっぱり出さないと。そうですね、確かにおっしゃる通りです。ここですよね、これをどうせ出すなら台で出していいんじゃないかと僕は思うんですよね。いやもちろんダメージが一番でかいですからね。うん、あー真空読まれていた、得意の2段。うわ厳しい。続いてあここで1周2周目終わりましたと。で、次いきます。歌舞伎くんですね、歌舞伎くんさん。あれ歌舞伎くんメインキャラのあれですね、バイソン。あれメインなの？確かメインキャラです。ですよね。はい。これいい勝負ですもんね。ですね。僕はバイソン有利と踏んでますが。お。自分が使う方を不利っていう話は大体当てにならないっていう。ああ、なるほど、はい。まあまあまあ。まあまあそこまで、キャラ性能を生かしきれてないっていうのがありますからね、自分が。
冒険をクラゲで近寄れないしバイソンはためれもしないというよろしくない環境になってしまうらしいですね。バイソンはセオさんは多分シャルさんとやってるんでしょうからさあですよね。おっぱっぱクレイジーも見ていた見切っていた。まあまあそれしかないですからね。もうねもう一回ためるのは厳しいか。ここは行くしかないが超パン対決パン落とし戦列、ここで2周目終わりということで瀬尾さんがチュンリーが何連勝するかっていうことですね。そうですね、2周終わったんですけど瀬尾チュンリーが何連勝するかというところで、今のところ1位が瀬尾ガイルの6連勝と2位がエクスパーさんの竜5連勝というところですね。瀬尾さん今現在4連勝中なので連勝なるほど。さあワンピー側がアニさんの竜時間が半分過ぎている。さあゲージが立っているぞ。さあ仕込んだ状態でさあ食らってしまう。上り踏みつけお釣りが入らないやつ逃げて、おっとだいぶ入ったが時間ですね。同じ構図。あれ、アニさんはガイル使いの方ですけど竜も使われるんですね。みたいですね。おお、3段入って、あ、でも2段だったな。投げいかない。足場に内打ち列はガード。さあ命がけの玉打ち竜が溜まってしまった。使ったが避けている。使わされた感じですね。よく見てます。チンクは速度が一定かつ画面が安定するので避けるだけではそこまで難しくないんです。なるほど。ああ最後飛びを通してしまった。続いて、さんこれで5勝目。7までやりますよ。ここまでいったら好きな方で。あ、そうですよね。エクスパーリュウさん、エクスパーさんリュウさん、エクスパーさんも確定ですね。エクスパーさん、瀬尾さんがチューピーなのかガイルなのかっていう、うん、それだけですね。そうですよね。これは珍しい方がみんな会いました。さんが1本取ってる取ってるが、戦列を抜けられてしまう。では昇竜が間に合わない。だから昇竜倒産らしいですね。ただ、父さんがだいぶがっつり持ってってる。
あ、踏んでしまった。これは京さん、京さんが勝ったということは、ということはセオチュンリは5連勝でストップ。1位が瀬尾さんの前の6連勝 で2位がエクスパーさんの竜の5連勝と瀬尾さんのチュンリー5連勝なんですけど、瀬尾さん自分と自分で試合するわけにいかないので、2位抜けはエクスパーさんの竜ですね。はい、京さんお疲れ様でした。はい、大事な任務が。じゃあ連勝数1位のセオガイルさん6連勝ですね。セオさんガイルですね、すいません。で、はい、2位が、エクスパサの竜5連勝と同率で、チュンリー5連勝なんで、セオさんのチュンリーの5連勝なんで、自動的にエクスパサの竜と、セオさんガイル、エクスパサ1ピートリュウガイルになってますね。カワシムがダルシム使ったり、はいはいはい、そうですね。瀬尾さんがチュンリー使ったりしたのに決勝がリュウガエル、決勝はリュウガエルと、なんかすごいあれですね、それっぽいですね。さあ最近の流れ、おっとガッツポーズ、真空で、おっとツーヒット、ツーヒット、ピオリーチ、ピオリーチだがピオラズ、もう大丈夫かな。ピオリーチってさっきのでもうピヨってるような気がするんですけどね。そうですね、本来ピヨってる感じですけど、運ゲーですからね。さあファイヤー、ファイヤー、ファイヤーで押していく。意外とエクスパーさんガイル戦得意なんじゃないですかね、これ。おっとめくって4発入ってしまった。そう、これまたピヨピヨだが、最後シンク、じりじり寄ってってシンク、1本目エクスパーさん、すごいですね、リュウガエルでまさかこの決勝があって、ね、さあエクスパーリュウ優勝あるのか。あと勝負出る、おっと真空をダブ様使わせて、真空うまい、実にうまい、竜巻、やっぱり竜巻がうまいですね。そうですね、使い方が必ず出したら当てる。おっと TBS 的な、しかしピオラない、今日ピオラない日ですね。アイパンタイプ落として、アッパーで落ちるんですね、昇竜じゃなくても。最後はシンク、おっと2本目もエクスパー、ストレートでエクスパー、すごいですね、彼の竜はやっぱりこのまま押し切ってしまうのか、うん、ファンタジスタ、ファンタジスタですからね。投げて、竜巻、ガイル戦得意な気がしますね、この動き、なんか動けてますね、おっ
とソニック進化合わせる。いいぞ、羽が見えた感じですね。うおっと最後昇竜リーチですね。リーチです、ラスト1本。さあ瀬尾返りもうちょい頑張りたいところ。どう出るか、おっと投げ、しかし受け身、竜の竜巻やっぱりね、当たるとダウンしちゃうんで上り、おっと TBS だか暗い投げ、これが反撃の能力になるのか。そうですね、クラゲン、ここから逆転がありえますからね、まだね。鎖骨、ファイヤー踏ませて、シンクどんどん使っていく、素晴らしいですね、迷わず使っていく。さあ切っていく、ディスト、一歩前にあるって竜巻ですね。危ない、差し返していた。さあ残り10カウント、ワンチャンあるか、おっと中ボス、ストレートでエクスパー、すいません1本ですね、ストレートではないですが、優勝はスパリュー、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、勝利者インタビュー、私も瀬尾さん、はい、瀬尾帰り、皆さんはうまい、うまい、チューン、竜も、竜もチューンリーも、もっと強い竜ありますよ、うん、そうですね、本当に竜チューンリー、竜で真空すぐできます。はいはいはい、とにかく竜ガエルは竜を試合大好き、あー竜ガエルやっぱり得意ですよね、竜ガエル得意ですよね、エクスパーさん、そんな動きでしたね、勝利は次第ね、そうですね、あのこれ全世界に配信されてるんで、あれですよ、英語でもどうぞ一言あれば。Hello everybody. I finally won a weekly. I'm very random and I'm very lucky that Seiya-san chose Guile and not any other character because he can play a whole lot. Oh man, it's so good. I finally won. Thank you very much. ありがとうございます。はい、ということで、第46回四季の細道ですね、今日で1周年、約1周年なんですかね、3週目、9月の3週目ということで、あ、ごめんなさい、2週目か、ということで、約1周年、46回、いろんな方々来ていただいてね、ありがたい限りでございます。で、一応四季の細道これで46回目の大会終わりとなりますが、優勝はエクスパーさんの、オレンジのね、竜ということで、何かございますか？特にはない、特にない。あ、配信台の方では今まだ別の方がね、エクスパーさんの竜使ってプレイされてますので、引き続きのじあや流していく感じになります。最後までね、時間までお楽しみください。では皆さんありがとうございました。
超えましたので、配信の方はこの試合で最後にしたいと思います。この試合終了後、配信は止めますのでよろしくお願いいたします。また来週も同じ時間で、特別なことはやらないですけど、いつも通り配信の試合の様子と式の保存歴47回ですかね、配信予定ですので、そちらもまたよろしくお願いいたします。では皆様、夜遅くまでありがとうございました。